はいどうも、みょうけんチャンネルのみょうけんです。そしてアノニマスです。はい、はい、というわけで今日は何の日、2020年、令和2年1月2日の木曜日です。木曜になったね。木曜だね、うん、2日目だね。でも初めての木曜みたいな、うん、で1月、ま、昨日も説明した通り今日、ま、今日の記念日でございます。1月2日初荷っていう記念日、まあこれは記念日というより大昔からある習慣的なものだけども、習慣だよね、うん、記念じゃん。まあまあ農始めとか初船とか、あの山に初で散髪って読むのか分かんないけど、うん、いわゆる順番に農業林、あ、漁業林業のことね。この日の多くの業者で年が明けてから初めて仕事が行われる、まあ仕事始めってことだよ、早い話が。そういうことなんですね、うん、で2日、これも有名だよ。みんな気にする人は気にするんじゃないかな、うん、初夢の日。初夢2日なんだ。1月1日に寝て見た夢を、うん、寝て起きたらもう2日だから、ね、そうか。僕なんかは逆だと思ってた。31日過去だけど、31日に寝て、うん、1月1日までの間に見てる夢が初夢だと思ってた。まあある意味初夢で合ってるけど、最後の夢かもしんないよね。31日に寝てるから31日の夢だと思う。多分そういう理屈だと思うよ。そういう理屈なのね。なるほどね。まあ2日の夜から3日の朝にかけて見る夢を初夢ってしてるみたい。ああ、ちょっと説明間違えた。1月1日は初夢じゃないんだね、どっちにせよ。どっちにせよ2日から3日ってことみたい。じゃあ初っていうのは2日から始まるってことなんだ。大体夢に関してはそういうことだろうね。まあ仕事、さっき言った通り仕事始めも2日だからね。そうだね。今回はこれぐらい。では次、誕生日。誕生日、有名人佐藤珠緒、タレント俳優ですね。プンプンの人ですね。そうです、そうです。で声優の豊口恵、古谷一行、竹野内豊、伊吹五郎、立川談志。伊吹五郎、立川談志。うん、立川談志。立川談志じゃないよ、ね、立川じゃねえな、立川だな。うん、間違えた。失礼しました。談志師匠、今日はちょっと有名人が少し多かったね。多いね。で、歴史上の人物、徳川義直っていう人。何代目の？将軍ではないんだ、この人は。ああ、じゃあ、義直。徳川家康が、徳川幕府、江戸幕府を開いた時に、うん、御三家ってのを作ったじゃない。自分の直系がいなくなったら、この御三家から選べと。はいはいはい、尾張と、紀州と水戸。の尾張徳川家の一番最初の人。俺御三家って聞いた時にね、5つあると思っちゃった。その5人の5だと思っちゃった。そういうことね。そう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 っていう人がいます。でアニメ、キャプテン翼に出てくる沢田武史。俺キャプテン翼見てたんだけどちょっと思い出せないんだよな。いや、沢田武史を知ってる人っつうのがね、もうね、めっちゃサッカー好きの人じゃないと出しはしたけど正直覚えてないっす。で、うん、これはもうすぐわかる、こっち亀の白鳥レイジ。ああ、はいはいはい、あのちょっとなんだろうね、勘違いお坊ちゃまみたいな感じの人ね。白鳥くんね。はい、白鳥くん。なんかスーパー貧乏人によくなる、金持ちになったと思ったらすぐ貧乏人になるって、あれね、玲子に言い寄ってたやつ。というわけで今日は以上。1月、というわけで1月2日誕生日の方、皆様おめでとうございます。おめでとうございます。では次はまた明日。